松戸洋一、休業企業は愚民。本日、松戸洋一さんがツイッターにて、このような主張をしてしまいました。こちら、要するに、休業している企業は、会社は愚民だと主張されておられますが、松戸さん、東芝を例に挙げておられますけども、まあ、こういった東芝、まあ、様々な業種がございますが、 例えば工場においては、製造業に対しては、自治体は休業要請を出しておりません。対策を講じた上で、操業を続けてくださいと要請しておりますけれども、松添さんはどういった業種に対して、休業要請が出されているのか、理解されているんでしょうか。 当然会社は社員を守らなければいけない責任がございますので感染症から守るために対策を講じた上で多くの企業が製造業の皆様が今も操業を続けております舛添さんどうもですねこの 19に関連して、批判のための批判、反対のための反対が増えてしまっているように思えますので、ぜひとも最低限、休業要請がどういった業種に出ているのか、確認をしてから、何らかの主張を行っていただくように、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。